はい、イルルカ続きやっていきましょう。前回ここで終わったんですけど、この先に行くと多分ストーリー進むんじゃないかと思ってんだけど、ちょっとだけレベル上げた。うん、ちょっとそこら辺のね、モグラ倒しましてレベルを多少上げましたといったところで、先に進もう。この上は何かあるかな。あ、宝箱があるだけか。宝箱開けて215ゴールド。あ、そんだけだな。特にじゃあ変わったところはない。じゃあどこでストーリーが進むかって言ったら、もうあとここか、左の方のところ行くか、南にさらに抜けるか。だいぶマップ広いよね、そう考えたら。でこの辺のモンスターはね、倒しても経験値がそんなにもらえないんで、で時間もかかっちゃうんで、まあ今回ストーリーを結構進めたいと思ってるので、まずは左のオアシスの方行ってみようか。さあここに建物が多少あるんで、街はあんのかなこれ。入ってみようか。おー、街あんじゃん。あ、ここにあるわ、宿屋。こんにちは。ここは砂漠に囲まれたオアシスの村、カルカラだよと。え、マルタのへその代わりになるものを探している？ごめんなさい、私にはさっぱりわからないわ。へその代わりをね、探してんだけど、ここで泊まることもできるか。何ゴールド？あ、お代いらない。めちゃめちゃ優しい。これはすごい優しいな。さあ、すごい優しい宿屋があって、とりあえず話すか。王様に免れたサーカスの一行が町に行く途中で盗賊団に襲われた。あ、そうか、盗賊団に気をつけろとか言われたな。私は教会から布教のためこの村に訪れている。はいはいはい。休んでる間に私の呪文で回復させてあげるよと。とりあえず休めば全開するというところだな。で、道具屋もあるし、なんか買ってく？さあ、道具屋。売ったり買ったりできる。なんか買えるかなと思うけど、これ目覚めの針ってなんだ？眠りや混乱を治す、麻痺を治す、毒や猛毒を治す。まあこの辺あったところでだけど、まあ一個ずつ買ってこうと思ったけど、お金が微妙に少ないね。まあこんなもんでいいでしょう。そんなにめちゃめちゃ薬草を使うような場面は来ると思わないと思うんだけどね。さあ、でこの町に来た意味はあるのか。この辺りを荒らしている盗賊団がいるそうだ。つい最近も盗賊団に襲われた人が宿屋に、担ぎ込まれて、こんな危険な状況だってのに王様は何もしてくれないんだ。いや、王様いんのここに。いないか。マルタのへそ、アッシアにいる王様。アッシアってどこっすか。地下の水路を通って南のアッシアまで流れている。お、地下の水路ってことはここ、これっぽくない？うわ、こっから地下に行ける。じゃあ早速行っちゃうか。特に、あれだよね。地下水路。大丈夫だね。行けそう。うん？入ってはいかん？危ないから引き返せと言われた。じゃあ何かしないといけないよね。でも行けないってことは、これやっぱり徒歩で行く必要あるんじゃない？とりあえずだって南行けそうだったもんね。南の芦屋が、そうだよね、この下行けそうな感じあるから、そこまで行くか。さあ、この南はまだ行ったことがないので、芦屋王国があるはずなので、そこまで行って行ってみようって感じで。さあ、ここでイベント発生かな。おー、だいぶ広いね。でここにテントがあると。はい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 、ピラミッドあるね。
すごい砂漠地帯。ってことで、はい、先に進んでいきましょう。あ、サボテンいるね。こいつって仲間にしてないもんね。捕まえようか。さあ、敵の不意をついてスカウト。サボテンボール、ま、とりあえず何もアイテム使わないで行ってみようか。さあ、どんなもんですか。 12%、 まあまあいいんじゃない。はい、 24%、 そして 40%、 さらに、はい、 57%、 いってほしいね。よし、スカウト成功。ニックネームつけようか。はい、サボテンボールニックネームローリングでいきます。4人目の新メンバーでいっかな。はい、サブメンバーまでいっぱいになったね。オッケー。さあ、自然系のモンスター2体以上仲間にしたというね。なんだ、称号手に入れたか。で、もう王国入ってっていいんじゃないかな。うん、じゃあ入っていきましょう。さあ、この先に王国があると。はい、アッシア王国ね。うん、なかなか綺麗な街だけど人があんまいなくね。あ、いたいた。お、王様が帰ってきたぞい。ん、あ、ちょうど王様がお通りか。デブの王様が、王様、私たちがお願いした盗賊団の討伐はどうなったのですか。うん、ダメだ、盗賊団などどこを探しても見つからん。おお、そうじゃ、そういえばサーカス団が来てるんじゃないか。盗賊団の討伐はまた今度ということでな。まずはサーカスじゃ、サーカス。大事な盗賊団の討伐をやらんとな。じゃないの、結局それを主人公に任されるんじゃないの。あー、これやっぱりダメかもしれないな。やれやれ、先代の王様は頼りになるお方じゃったんがの。砂漠の英雄アモン様の爪の赤でも煎じて飲ませてやりたいよ。アモン様、まあぐちぐち言っても仕方ありませんね。仕事に戻るとしますか。王国民の愚痴が漏れてるね、不満が。さあ、とりあえずじゃあ王様のところに行くかな。これはこれは、砂漠の花アッシアの都へようこそおいでなさった。うん、あ、でここで装備売ってんじゃん。装備買ってく。買えるのがそんなにないけど、まあでも攻撃力アップするもんね。まあでもお金貯めてさ、そうだね、お金貯めようか、しばらくは。ってことで、海鳴りの鐘、この国に代々伝わる宝が宝物庫に貯め込んである。海鳴りの鐘、自慢の品か。え、それがあれじゃないの、代わりになるんじゃないの、蓋の。あ、で、ここでゴールド銀行じゃない。あ、ゴールド銀行だね。はいはいはい、これいくらから預けれる。あ、1000からか。あ、でも230いけるけど、まああんま意味ないからいいや。とりあえずは王様のところに向かうか。さあ、ここ入れる。おっと、許可のないものを城の中に入れるわけにはいかん。ダメか。じゃあ王様の許可がいるんだけど、まず何をしたらいいかな。熱いよ、喉が渇いたよ、一度いいからお腹いっぱいお水を飲みたい。子供がこんなに苦しい思いをしてるのに王様ったら何もしてくれないんだ。砂漠の英雄アモン様の爪の中でも、さっき言っとったな。これとりあえずでも地下行けそうだよ。行っ
ってみようか。この地下には、あ、ここ行けねえな。あー、木が積まれていて通れそうにない。ここでまさかの敵と遭遇。危ないかなこいつら。ホイップゴースト、そして大ネズミ。ネズミスカウトしたいな。作戦もう使っちゃうか。腐った肉使って、大ネズミスカウト。この辺の敵ちょっと強そうだからね、ワンチャンスあるんじゃない。 15%21%28%36% さあ 50% 約 50%。 よし、成功した。素晴らしい。レベル4ね。大ネズミ名前つけようか。はい、ニックネームネズッチでいきます。謎かけの人はつに点々だからね。これは全く違うネズッチですと。ネズッチ能力24、23、23。あ、強い。デヴィ夫人はもう除外かな。うん、イモムシももうスライムとかもスラッシュね、そろそろ除外になってくるかな。さあ、というかスタメンじゃないか。24、23だもん。あー、まあでもタイガースもなかなか、コウジのさんギリギリ強いな。あそこに壺あるけどちょっと危なそうだね。まあ、とりあえずここはまた今度来ることに。っていうか、あそこの地下からね、村から繋がってんじゃないのっていう感じだから、そうなるとここの王様に会う術がないな。歩き方、上で驚かす。何か方法があるはずだけど、わかりやすいところに壺がある。9ゴールド、少ない。この辺探索するか。おー、なんかいるぞ。なんかいるぞ。これはいかにもって感じだ。困った困った、どうすればいいか。もう大丈夫か。お、これは失礼。私はサーカス団の団長でございます。実は王様から城へ招かれたのですが、旅の途中で盗賊団に襲われ、団員たちとはぐれてしまった。メンバーが足りなくてサーカスができない。どこかに猛獣使いの、代わりになる人はいないだろうか。猛獣使いの代わり。猛獣使い。グオーってね。ダメか。あ、口笛を吹けば？十字の右を押せば、はい。これ懐くの？え？ダメだね。おーおーおえなんか反応したわ、やっぱり。おー、ベビーパンサー。ややっ、素晴らしい。口笛一つでこの猛獣を飼い鳴らしてしまうとは。あなたならきっとはぐれた猛獣使いの代わりを立派に務められます。お願いです。私たちサーカス団に力を貸してください。貸してやろう。ありがとうございます。助かりました。ではこちらに着替えてください。口笛結構してたんだけど、判定がすごい微妙だったな。アラビアン服。ありがとう。サーカスは雰囲気も大事ですからね。着替え終わったら私に声をかけてください。プレイヤーの特技を使用から着替えを選べば。はいはい、システム的なところも話してくれるね。プレイヤー特技。着替え、アラビアン服。はい、着替えました。おう、バッチリぴったり似合ってますな。それは、ん？それ、ん？そこはかとなくスターの香りがしますぞ。それでは早速サーカス会場であるお城へ向かうとしましょう。
いきなりサーカスやらされるのこれ。おお。ピエロ。ただ今の出し物は炎を吐く。ただ今じゃない。ただ今の出し物は炎を吐く男でした。皆様盛大な拍手をお願いします。はい。そして続いての出し物は魔物の曲芸です。それでは張り切ってどうぞ。曲芸ね。うわ、飼い鳴らしてる。すごいじゃん。このゴリラ欲しいな。口笛吹いて。いいね。玉乗り。器用じゃん。はい。大成功。そして燻製肉を持って猛獣を、はい、そんだけ。口笛使ってなかったぞ今。はい、なんかいい感じだね。の王様も気分がいいみたいだな。サーカスが無事終わったのかな。ご苦労様、初めてとは思えない堂々としたいい演技出したよ。お客さんの評判も上々で、王様からしばらく公演を続けてくれと頼まれました。自由にこれで城出入りできるんだ。へえ。おや、そのベビーパンサーよっぽどなんだか気に入ったようですね。差し上げます。我々には不要なものって言うな。どっちかっていうとゴリラのが欲しいな。ポロン、ああ、ポロンゲットした。はい、ってことで、え？あ、仲間に、するよ。はい、ポロン仲間になっちゃった。どっちかというと右のゴリラ、仲間にしたいんだけど。ポロン4レベルか、まあ、残念ながら。メンバー外かな。あー、ダメだ。ゴリラ仲間にできねえ。多分ランクが高いんだろうね。ってことで、あれ？ここ城の中じゃね？こっちか？あ、王様いいんじゃん。お疲れ王様。王主は先ほど城に出ていた魔物使いだな。なかなか良い城だったぞ。で、わしに何か用かな？そう、蓋の代わり。秘宝を求めて旅をしている。それで我が城を訪れたというか。うむ、確かにこの城には代々伝わる秘宝がある。お主も鼻が利くのう。しかし、ただで見せるわけには？ん？わしの頼みを聞いてくれ。はい、出ました。失敗ばかり盗賊なの。討伐もさっぱり成果が上がらん。盗賊団に振り回されていては完全に町の者に見放されてしまう。お主には町の者たちに盗賊団以外の悩みを聞いて、手っ取り早くなんとかできそうな問題をわしが解決できれば、わしを見直してくれるとそうやってくれるのか。はいはいはい。盗賊団をね。あ、とりあえず何？悩みを聞いてきてくれと。そういうこと？結局お使い？じゃあ、町の者の悩みを聞いてあげようか。あー、いかにもなんか悩みがありそうな感じよ。さっきの子じゃん、水がもらえないって言ってた。うん、ダメよ、さっき飲んだし、もうちょっと我慢しなさい。もっと水が飲みたいよー。だって、それにしても目に見えて地下水路の水が少なくなっている。オアシスから流れる水が減ってんじゃないのか。おっと、何か揉め事か。のんびりしとるな、なんかここの国の人たち。地下の水がみるみる減っている。地下水路の中に入ってこいと。それじゃちょっと遊ぶかもです。王様に話しても頼りにならないし、どうすりゃいいんだ。お水が欲しいよー。だってよ。はいはい、だったら自分が行ってあげますよと。同じこと言っとるな。みんな同じこと言ってる。地下水路。じゃあこれで
悩みを聞いてきたから、王様のところに行って報告するのかな。おっと、さあイベント発生。父よ、あなたは砂漠の英雄アモンのように勇敢で誇り高い立派な王であった。私もいつかあなたのようになれるでしょうか。なれなそうさあ王戻ったか。さあ町の人々の悩みを聞かせてくれ。地下水路よ、地下水路。ふむ、地下水路の水が少なくて水不足にあえいでいると申すのだな。よし、ならば水路を管理している者に水をもっと流すように命令しよう。兵士にやらせてはわしの活躍が目立たん。ここはわし自ら出向こうぞ。え、地下行くの？あ、そっから行けんの？ここから出れば誰にも気づかれまい。知らぬ間に水かさが巻けば驚きも倍増。わしの注目度も高まるのへ。カルカラの村にある地下水路の管理小屋まで行ってくる。はいはいはい。海なりの彼はこの件が片付いたら必ずやろう。ありがとう。じゃあ地下水路行きますか。で、カルカラ村こっから行けんの？お、なんか、あ、そういうことか。あ、こっから出れば別に気づかれずに行けるだろうって。あ、これで開くのか。ここが別に出てってもいいんじゃないの、堂々と。というかこっから出てもほぼ変わんねえじゃん、よく考えたら。で、ルーラ使える、これ。あ、カルカラの村行けんじゃん。ルーラ使おう。さあカルカラ村の地下水路、これ以上水門を開けることはできん。そんなことをしたらオアシスの水がなくなっちまうんじゃ。オアシスの水は山ほどあったぞ。そんなに簡単になくなるわけがあるまい。原因はわからんが、ここ最近水路の水かさがみるみる減っている。今でもどれだけ持つか。事態は思ったより深刻なようじゃな。よし、我が、わしが地下水路に潜り水不足の原因を探る。切符を待ってるよい老人よ。おっと、行ってしまった。危険なんじゃないのかい。ってことで、王様が地下水路、もしものことがあったら、はいはいはい、じゃあ助けに行く。さあ先に進んではならぬ、引き返せ。誰かの忠告だね。ひーって、もう帰ってきたぞ。70お主か。妙な声色を使っているという紛らわしい。ふっ、心配して追ってきてくれたのは嬉しいが、わし、ここはわしに任せておけ。王様でなんとかなるの、このねえモンスターたちよ。まあもうどうしてもというならついてきても構わんぞ。お、じゃあ行くか。王様の実力を見させてもらおうか。ってことで、とりあえず先に進みます。どうしようか、もうちょっとやるか。あ、ドラキーいいんじゃん。さあドラキースカウトしに行こうか。さあドラキースカウト 60% 超え、 88%、 これは勝った。はい、じゃあ名前つけよう。はい、ドラキー、ニックネーム、コウモリオで、いきます。はい。レベル的に、まあ、そんなに強くないな。言うてもレベル4だけど、能力そんな高くないんで、まあ、これスタメン外かな。残念ながら。ベンチ外か。で、10体以上のモンスター仲間にした、駆け出しマスター。あ、いいんじゃん。悪魔系2体以上。はい。じゃあとりあえず先に進む。お、もうそこ？あれ、もうお城のとこだった？めちゃめちゃ短くないこのダンジョン。そんなことないか。水不足の原因はこのダムのようじゃ。ダムを作りオアシスの水をせき止めていた。こいつを壊せば水路を元通り。さてどうやって壊すか。
ダムを壊すだと？ダムを壊すなんてそんなん冗談じゃないぞ。ん？ん？あ、こいつ？せっかくオイラが作ったダムを壊すなんてそんなことしたら立ちで置かないぞ。おっと。己現れたの魔物め。このわしが成敗してくれるわ。だが素直にダムを壊すなら今回はだけは見逃してやってもいい。ふざけるな、このダムはオイラたちの生活がかかってはビーバーか。成敗されるのはお前たちだ。ここで最初のボスだね。戦いましょう。はい。ビーバーンね。はいはいはい。まあ、ここ素直に命令していこうか。デイン一発って、砂煙が効けばありがたい。で、テンション上げて、ハートブレイク使える？一回行ってみようか。あ、ハートブレイクじゃない、攻撃になっちゃった。あ、いや違うか。砂煙ミスか、残念。テンション上げられる攻撃どのぐらい？ 14、 なかなか食らう。さあデインを使って7ダメか。これ物理攻撃のがいいな。まあ、攻撃砂煙効かないかな。うん、攻撃にしようか。で、うん、まあ、攻撃でいいでしょう。ひたすら殴る。まあ、それだけで大丈夫だと思うけど、7ダメ大丈夫。2回攻撃はきついけど、7ダメ大丈夫。刃のボディも効いている。さあ、これは、いけんじゃない？はい、殴る。いいぞ。まあ、普通に、殴ればいいよね。別に、まあ、カウンター来たとしても、うん。まあ、会心の一撃とかが来たらやばいかもしれないけど、うん。まあ、さすがに大丈夫じゃない？そろそろ倒すか？ 8 ダメ。カウンターが来ちゃう。さあ、ここでデイン。デインよりもなんか普通の攻撃の方が良さそうだけどな。まあ、じゃあ殴る命令にしとこうか。モントナーの HP がちょっと危ないかもしれないけど、あっと、ここで27ダメージ。お、刃のボディで倒した、素晴らしい。経験値30。これでかいね、鋭い牙。はい、レベルが上がる。そしてスキルポイントもしっかり手に入れて。工事のおっさんスキルポイント5。じゃあ攻撃力上げようか。で、レンジャーはまあ、今はいいかな。とりあえず取っとこう。で、火炎王は、攻撃プライオンがいいかな。あ、まあ、でも、賢さアップしとくか。うん。賢さアップして、うん、MP も上げようか。はい。ということで、B バーンを倒したぞ。うへ、お前強いな。分かって、オイルの負けだ。でも、街の人たちに迷惑をかける気なんてこれっぽっちもなかったんだよ。ほう、ではなぜこんなところにダムなど作っておるのだ？うん。もともとオイラたちは幻の湖に住処を作り、静かに暮らしていた。そこへ盗賊団の奴らがやってきて、幻の湖を自分のアジトにしやがった。うん。それでオイラは一族のみんなが安全に暮らせる場所を探していた。ここには綺麗な水があったから、みんなで暮らすにはぴったりだったんだよ。うん。なんとそういうことだったのか、ぐるる、盗賊団の奴らめ。よし、わしが速やかに奴らを捕らえると約束しよう。ほんとそれなら、また湖で静かに暮らせるよと。必ず盗賊団を捕まえてね、このダムは壊しておくから。うん。任せておくがよい。ではわしは先を急ぐゆえ、ダムを一部壊させてもらうぞ。一部壊せんのかい。え？どんな物理？一部って結構ぶっ壊したね。
砂漠の王意外にやるぞこいつ。おぬちには世話になった。うーん、オッケーオッケー。お、これで海なりの金ももらえるの。それだったら非常にありがたい話。じゃあまあとりあえず今回はここまでかな。はい、まあいっか、ここで終わるか。なんかね、あれだよな、ハリセンボンが根性を見せてまさかのカウンターで倒すっていう素晴らしい作戦ありましたけど、はい、そんな感じで今回以上です。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。